この際、公実認可委に一言ご挨拶申し上げます。本日はご対応のところ、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。公実認可委におかれましては、それぞれの立場から忌憚のないご意見をお述べいただき、審査の参考にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございます。次に議事の順序について申し上げます。岡本公実人、小沢公実人、木村公実人、村田公実人、山口公実人の順にお一人15分以内でご意見をお述べいただき、その後委員からの質疑に対してお答えお願いいたいと存じます。なお念のため申し上げますが、ご発言の際はその都度委員長の許可を受けることになっております。また公実人は委員に対して質疑することはできないことになっておりますので、あらかじめご承知おき願いたいと存じます。それではまず岡本公実人にお願いをいたしたいと思います。委員長。岡本公実人。本委員会が私の意見を聞いてくださることを大変光栄に存じます。まず平和安全法制のうち集団的自衛権に関する議論について一言申し上げます。内閣法制局が作りました1972年政府見解は、すべての集団自衛権を他国に加えられた武力攻撃を阻止する権利と定義しました。つまり日本国土を直接守る個別的自衛権以外の武力行使はすべてが他国を守るための行為であり、したがって憲法違反だとしたわけです。しかしこのいささか荒っぽい区分けをもってしては、日本は1980年頃から変容した国際情勢には対応できません、できなくなりました。日本と日本人を守るための集団的自衛権というものの存在を認めなかったからであります。例えば多数の日本船に外国船が混じった船団があります。それを海上自衛隊が守ることは、相手が国または国に準ずる組織であれば集団的自衛権の行使に当たりますが、この海上自衛隊の行動は他国を守る行為なのでしょうか。例えば失礼しました、本委員会やその他の場で何人もの元法制局長官の方々が、今回の平和安全法制は違憲であり撤回すべきと発言しておられますが、私はむしろ国際安全保障環境の変化を見れば、行政府の部局である法制局が直接的な国土防衛以外の行動はすべて黒と判断してきたことが、果たして海外で日本人の生命と財産を守るために適切だったかどうかを考え直す時期だと思うのです。どのように国際環境は変化してきたのでしょうか。政府見解が出された1972年は、可能性の低い米ソの軍事衝突さえ起きなければ日本人の生命や財産が海外で危険に脅かされる事態はほとんど考えなくてよい時代でした。しかしその後情勢は激変いたしました。北朝鮮の核ミサイル開発や中国の膨張主義などももちろんありますが、日本にとっての生命線である中東欧州方面からのシーレーンをめぐる情勢を考えただけでも、その変化は直ちにわかります。1979年にイラン革命が、そして1980年からはその後9年間続くイラン・イラク戦争が始まり、それ以降ペルシャ湾情勢は危険を伴うものに変化しました。湾内の民間船舶にイランのシルクワームミサイルが発射され、無数の浮遊機雷が設置されていた時期もありました。ホルムズ海峡を通ってインド洋に出れば、そこはアフガニスタンのタリバンと麻薬と、アフガニスタンのタリバンが麻薬と武器を輸送するルートです。マラッカ海峡を通って日本に向かえば、その先には中国海軍が支配しようとしている南シナ海が広がります。一方、欧州からスエズ運河、バベルマンデブ海峡を経てアラビア海に出る日本の船舶は、ソマリア海賊が待ち受けるアラビア海を通ります。2000年以降でもソマリア海賊の襲撃は1000回を超え、4000人を超える乗組員が人質に取られました。この膨大な海域で日本人の生命と船舶を守ることは日本単独では無理です。日本の護衛艦は1990年代には60隻ありましたが、予算上の理由で現在は47隻にまで削減されております。このわずかな護衛艦で日本の2600隻の商船隊を守れるわけがありません。日本にとっての唯一の道は、各国の海軍と共同しての護衛であります。海賊からの商船隊護衛を考えればお分かりいただけると思います。自衛隊の護衛艦は派遣以来今年の5月までに663隻の日本の民間船舶を護衛しましたが、同時に2900隻以上の外国船舶を護衛し、海賊の襲撃から守ってきているのであります。日本人にとっての誇りです。
そして他国の海軍も同じように外国と日本船舶を一緒に護衛しています。現在海上自衛隊がやっていることは海賊対処法に基づく警察行動ではありますが、相手が国または国に準ずる組織に変われば自衛隊の行動は集団的自衛権の行使に該当しますから、護衛任務から離れなければならなくなります。イスラム国と称するアイシルは国に準ずる組織であると思います。彼らの勢いは減っていません。考えていただきたいのです。海上自衛隊が襲撃してきた海賊を撃退した後にアイシルが襲撃したときにはどうなるのか。現在の法制では海上自衛隊は強襲傍観しなければなりません。どう考えてもおかしい。弱い海賊に対してすら護衛艦を出動させて警護しているのに、より強大な襲撃者が現れればどうぞご自由にと道を開けるのでしょうか。この法制に反対する人々はここのところをどう考えているのか私には理解できません。国際護衛艦隊は仮定の議論ではありません。1987年、イランの攻撃から湾内の商船隊を守るための国際護衛艦隊が組織され、日本も参加を要請されましたが、政府見解に縛られる日本は護衛対象の7割が日本関係船舶であったにもかかわらず、参加は集団的自衛権の行使にあたるとして断りました。その結果アメリカ、イギリス、フランスなどの艦隊が日本船の護衛に当たりました。陸上においても内戦やテロが激増しています。アイセルは後藤健二さんと湯川春奈さんを残虐に殺害した後、これから日本国民を場所を問わずに殺戮すると宣言したのは記憶に新しいところです。テロからの邦人保護については警察が対応すべきケースも多いと思いますが、自衛隊が日本人を保護しなければならない可能性も増していると思います。集団的自衛権の限定的容認には日本の存立危機事態といういささか大行な表紙がつけられておりますけれども、実際上は集団的自衛権が行使される可能性が高いのは海外での日本人の人命と財産を保護するケースだと思います。この意味で立派な責任政党が集団的自衛権は他国の戦争に参加することですとの誤ったキャンペーンを国民にしていることは残念であります。この法制は日本の安全を守る上で最も重要な仕組みである日米安保体制を強くするものでもあります。日米安保体制は日米両国の相互信頼の上に成り立っています。このようなことがありました。2001年の 9.11 テロの際、全世界に展開する米軍にテロリストが攻撃を仕掛ける可能性があるとの情報があり、横須賀の米第7艦隊も速やかに硫黄島海へ行け退避することになりました。その時にアメリカ側から交通量の多い東京湾を迅速に航行しなければならないので海上自衛隊が先導してくれないかとの要請がありました。根拠法規を持たない海上自衛隊は苦肉の策として当時の防衛庁設置法第5条の諸省事務の遂行に必要な調査及び研究を行うことができるとの項目を援用し、米艦隊の退避行動を調査するという理由をつけて護衛艦を出動させました。それも日本の領海内だけでした。しかしこうして第7艦隊を先導して東京湾を南下した日本の護衛艦の姿は繰り返しアメリカのテレビで放映され、アメリカ国民の大きな感動を呼んだのであります。自衛隊の現場はこのような苦労をしながら抑止力の維持を図ってきました。今回の法制の下では自衛隊の護衛艦が堂々と米艦隊を護衛して、しかも領海の外まで搬送することが可能になります。再び本心に戻ります。世界が助け合っているときに日本が我関せずという態度を取り続けることは、すなわち日本人の命と財産を守るリスクと負担は他の国に押し付けるということを意味します。現在の世界では宗教や民族や国家間の対立が先鋭化し、アイシルのような暴力的な準国家組織が主権国家の連合軍をもってしても制圧することができないほど勢力を伸ばしています。その中で日本が一国で日本人の生命と財産を守り抜くことは不可能です。1994年、イエメンの内戦で96人の日本人観光客が孤立したとき、救ってくれたのはドイツ、フランス、イタリアの軍隊でした。2000年からだけでも総計238人の日本人が11カ国の軍用機や艦船などで救出されてきました。1985年3月、イラン・イラク戦争でイランの首都のテヘランが危機になり、日本人215人が孤立しましたが、日本の民間航空機は危険だからとテヘランまで飛んでくれませんでした。それを救ってくれたのはトルコでした。トルコ政府はテヘランに派遣した2機の救出機のうちの1機を日本人救出に当て、そのために乗れなくなってしまった何百人かのトルコ人は陸路で脱出させたんです。日本では報道されませんでしたが、2004年4月、日本の30万トンタンカーの高鈴がイラクのバスラ港沖で原油を積んでいた際に自爆テロボートに襲われました。
その時に身を挺して守ってくれたのはアメリカの3名の海軍軍人と沿岸警備隊員でした。彼らは日本の担架を守って死に、本国には幼い子供たちを抱えた家族が残されました。みんながみんなを守り合っているのです。先週私はイラクにおりました。アイセルとの戦いの前線から40キロメートルのところに首都を持つクルド自治区を訪れて話をしました。クルドの人々は、私たちが多くの犠牲を出してアイセルと戦っているのは自分たちのためだけではない、世界の安全のためですと語っていました。著名な憲法学者の方が先般の本委員会で、平和安全法制が通れば日本はイスラムグループの敵になり、現在キリスト教国だけで起きているテロが東京で起こることになると陳述しておられましたが、アイセルのテロをキリスト教国家にだけ向けさせておけばいいという話ではありません。国際社会はお互いに助け合っていかなければ生存できないのです。あえて申し上げますが、安全保障や対外関係に携わる公務員にとってリスクは不可避であります。だからこそ多くの日本政府や援助関係機関の職員が命を懸けて危険地域で活動してきているのです。別の著名な憲法学者の方が、外務官僚には全員自衛隊入隊を義務付けて危険地域を体験させようとマスコミで主張しておられます。そうすれば自衛隊を危険地域に送る法律は作らないだろうと。こうした現実を無視した意見によって反対論が主導されているのは不幸なことだと思います。事実は逆であります。危険だから自衛隊は派遣できないというバグダッドでは、二十数名の外交官が大使館に住み込んで必死でイラクの復興のために今日も走り回っております。すでに2名の外務省員が尊い命をテロリストに奪われましたが、彼らはひるむことなくバグダッドに踏みとどまり、今もその職務を全うしているのです。この関連で法案審議とは関係ありませんが、一つ述べさせてください。バグダッドに置かれた各国大使館のうち、すべての主要国を含む24カ国の大使館には武官が駐在し、軍同士でしか行い得ない情報交換を活発に行っています。しかし日本大使館には1名の武官も駐在していません。もちろん防衛省や自衛隊員の腰が引けているためではありません。危険な地域には自衛官を派遣しないという政治的に作り出された方針のためです。武官をバグダッドの日本大使館に常駐させることは、日本自身の安全に必要な情報を得るためにも必要なことです。実現の向けてのご支援をお願いしたく存じます。最後にもう一言だけ申し上げたいと思います。この平和安全法制の大きな意義は、外敵の暴力から身を守り合う仲間のコミュニティに日本も参加すること、そしてそのために十分な訓練を受け、装備を有している自衛隊が今日も危機の最前線で働いている公務員と協力して日本人の命と財産を守れるようにすることであると信じます。私は自衛隊員がそのための強い使命感を持っていることを知っております。皆様のご判断は決定的に重要であります。我々は今、日本がこれまで各国の善意と犠牲の上に日本人の生命と財産を守ってもらい、それでよしとしてきた、この国の在り方を転換できるかどうかの歴史的な分岐点にいるからと思うからであります。ありがとうございました。ありがとうございました。次に小沢公実人にお願い。